国際連合海洋法会議は国連が開催した海洋法。1958年2月24日から4月27日までの第1次国連海洋法会議。1960年3月17日から4月26日までの第2次国連海洋法会議。1973年12月3日から1982年12月10日までの第3次。 国連海洋法会議に分けられる。海洋法の分野で条約の草案を作成する試みは千八百九十年代から千九百二十年代にかけて学者たちの間で見られた。万国国際法学会、国際法協会、ハーバードロースクールなど国際法学の有力な研究グループがそれまでの国際監修法の内容を識別しこれを保管するため了解。 海洋資源、船舶の法的地位、海賊、内水などに関する海洋法の諸問題について多数国間条約の草案を作成しこれを相次いで提案するようになった。こうした研究作業の成果はその後の各国政府による法転化作業に少なからず影響を与えた。1930年に国際連盟の主催で行われた国際法法転化会議においては 領海制度の法典化の問題が議題の一つとして取り上げられた。これが海洋法に関する国際監修法を法典化しようとする国際社会による最初の試みであったとも言われる。この会議において了解に関する条項案の多くの部分において合意を得ることができたが、18世紀以来長年に渡り各国の意見が一致しなかった領海の福音に、 関する交渉が難航したため、結局それが原因で法典化は失敗した。しかし、領海の福音以外の多くの規定に関しては、第二次世界大戦後の法典化会議において有用なベースになった。第二次世界大戦後、海洋法秩序はさらに混乱した様相を見せた。1945年9月、アメリカ合衆国は、いわゆるトルーマン宣言において、 同国沿岸に隣接する大陸方の資源が自国の管轄に属すること、自国沿岸に隣接する公海上に保存水域を設定し、そこにおいて漁業資源の保存に同国が当たることを宣言した。中南米諸国を中心に、この宣言に影響を受けた各国は競うように海に対する自国の権限を拡大しようと試み、中にはアメリカが主張した権限よりも、 はるかに大きな権利を主張する国も現れるなど、各国は自国周辺海域に対して、まちまちの権利を主張するようになった。1947年、国連体制下において、国連総会は、個人資格の専門家によって構成される、国連国際法委員会を設置し、国際法の法典化作業をその任務とした。そして、 同委員会の最初の作業テーマの一つとして、選ばれたのが、海洋法の法転化であった。国際法委員会は1949年の第1回期会合から、領海制度や公海制度の法転化について審議を行い、1五十六年の第8回期会合で、海洋法に関する最終草案が採択されたことに伴い、国連総会に対して、 外交会議の招集を勧告した国際法委員会の勧告を受けた国連総会は1957年に決議1105を採択し、これに基づき1958年2月24日から4月27日にかけて86カ国の参加による第一次国連海洋法会議がスイスのジュネーブで開催された。ここで 国連国際法委員会は73カ条からなる海洋法の草案を提出しそれをもとに審議が進められた結果、領海条約、大陸法条約、公海条約、公海生物資源保存条約の4つの条約、いわゆるジュネーブ海洋法4条約が採択された。これらの条約は1966年までに全て発行し、後に 国連海洋法条約が発効するまでの約30年間にわたり海洋法秩序の使用部分としての役割を果たした。しかしこのジュネーブ4条約の定約国はいずれも少数にとどまり条約に加入していない国との間では条約定約国との関係においても依然として国際監修法が適用された。さらに長年の懸案であった領海の福音については3回り、 6回り、12回りと各国間の主張が対立したままここでも合意に至ることはできなかったため了解条約にもこの点についての規定が設けられることはなく結局この問題は先送りにされた。1960年3月17日から4月26日にかけて再びジュネーブで88各国の参加による第2次国連海洋法会議が開催された。 ここでは、領海の福音問題など、前回先送りにされた問題について解決が試みられ、アメリカ合衆国やカナダを中心として6海里の、領海とその外側に6海里の漁業水域を認める妥協案が多くの指示を得たが、ここでも各国意見を調整することができず採択に必要な3分の2の賛成票を得ることができなかったため、 結局何ら具体的な成果を上げることはできなかった。国家間の対立1960年代後半には多くの旧植民地が独立を達成したことや海洋技術の急激な発達により海洋資源の利用、配分をめぐる国家間の対立は一層深まっていった。特にジュネーブ海洋法4条約の制度に新興諸国の多くは反発し、 従前の海洋法秩序の根本的見直しを求める主張が強くなった。これらの諸国は既存の海洋法形成に参加しておらず、そのような過程で形成された秩序に拘束される理由はないとして、既存の海洋法の基盤そのものの合理性、適法性に異論を唱えたのである。従来の公開自由の原則は、強大な資本力、軍事力、海洋技術を持つ、 海洋先進国に対しての未自由競争と機械均等、利用、開発の独占を保障した一方で、そうした力を持たない信仰、弱小国の参入と利益を犠牲にしてきたというのも、その理由の一つである。主張これらの国々の主張は、代表的なものとしては、以下の2点が挙げられる。第1は、領海の範囲を拡大することはもとより、 排他的経済水域や大陸法などといった沿岸国による資源開発の独占権、内視優先権が認められる海域をできるだけ沿岸から沖合に拡大するよう海洋の再区分を求めた。また、第2には特に深海底など強大な力を有する海洋先進国に独占される可能性のある海域の開発は 国際機関による直接管理と開発途上国の特権的待遇を要求した。1960年代半ばに新海底にはニッケル、コバルト、マンガンなどのレアメタルが埋蔵していることが明らかになるなど国際社会の関心はより高まっていった。マルタ提案1967年には国連総会会議においてマルタ政府代表のパルドが 大陸法院の深海定を人類の共同遺産とし、平和目的のため、及び人類全体の利益のために開発することを提案した。これはパルド提案、またはマルタ提案と呼ばれる。開発途上国はこの提案に基づく国際管理方式を強固に主張し、こうした諸国が主張する新国際経済秩序を海洋法制度にも反映させようと試みた。 上記のように各国の立場の違いがより鮮明となった状況で海洋法秩序の全面的見直しを目指した第三次国連海洋法会議が1973年12月3日にニューヨークで始まったジュネーブ海洋法4条約採択からわずかに15年後のことである同会議においては海洋資源の利用配分について 上記のような開発途上国の要求を新条約にどこまで反映させるのか、領海の外の海域に拡大されていく沿岸国管轄権が領域主権のような広範な権利に転嫁し、高校の自由が妨げられることをどのようにして防ぐのかといった諸点について各国の意見は鋭く対立した。また同会議では国連国際法委員会のような専門家集団、 作成による条約草案をもとに外交会議を経てそれを採択するという従前の方式を改めそれぞれの事項や利害関係ごとにグループを構成し最初から政府間レベルでの直接交渉によって海洋法の全面的見直しが行われることとされた例えば海洋資源に関する問題についてはより沖合での資源の開発、管理 保存を目指しより広い国家管轄権を主張する沿岸国と公開自由の原則を主張しこれに対立する沿用漁業国や海軍国など利害関係ごとのグループに分けて交渉が行われ条約文の作成にあたった。またこのように広範な分野において各国意見が対立した結果第二次国連海洋法会議において行われたような評決手続きによる決定では 根本的な問題の解決は得られないと判断され、参加者全員の合意が得られるまで交渉を尽くし、交渉中の条約草案については、評決を行わないという、いわゆるコンセンサス方式が採用された。1973年にニューヨークで第1回期が始まった、同会議は1982年12月10日に終了した第11回期まで続いた。第三次。 国連海洋法会議の審議を通じて、ようやく帰省から12海里を超えない範囲で、沿岸国は領海を設定することができるとする合意がなされ、国連海洋法条約第3条に規定されることとなった。排他的経済水域についても、沿岸から200海里以内に所在する資源の管轄権に関する提案が、多くの国々から提出され、1974年の 第2回期において、排他的経済水域概念は会議参加国間で、ほぼコンセンサス形成に成功し、海洋法条約第5部に、排他的経済水域制度に関する規定が、設けられるに至った。こうした、現代の12海里までの領海と200海里までの、排他的経済水域という制度は、自国の海運や沿用漁業を守るために、海洋の自由を主張する。 先進海洋国と自国の領海を拡大することにより、自国周辺のそれまで公開と考えられていた水域の漁業資源を他国から守ろうとする国々との間の妥協であったとも言える。つまり、沿岸国に対し天然資源の開発など、経済的目的に限定した権利を認めるけれども、他国に対しても公開並みの船舶航行の自由や、 航空機上空飛行の自由を認める水域として200里までの排他的経済水域を認める代わりに領海の範囲を12海里までに限定したのであるそれでも深海底制度などの点についてこのコンセンサス方式では各国意見を調整することができず結局コンセンサス方式を断念し評決によって1八十二年四月国連海洋法条約が採択され 同年12月3日に第3次国連海洋法会議は終了した。しかし、コンセンサス方式の断念は条約の内容が少数派諸国の意見を十分に反映することができなかったことを表しており、そのことが同条約の世界的定着をめぐるその後の対立を招いたとも言える。2013年現在の国連海洋法条約批准状況。 批准署名したが、未批准未署名このようにして採択された国連海洋法条約は、領海公海、大陸法、排他的経済水域、深海底、海洋環境保護、海洋科学調査など、海洋のあらゆる法制度を包摂する大きな条約となった。しかし、当初条約を批准した国の大半は、開発途上国のみに限られ、 特に条約第十一部の新改定制度に対する先進諸国の不満は根強く、条約採択後十年以上もの間発行のために必要とされた六十カ国の批准を得られない状態が続いた。そもそも国連海洋法条約の採択に際してコンセンサス方式が失敗したのは総案全体がほぼ塊会議が最終段階に達した1八十一年の段階で、 アメリカのレーガン政権を打ち出した条約総安全体の見直し案に原因がある。アメリカは条約第11部によって設立される国際海底機構の権限はあまりに強大であり、また海底資源開発に参入する企業体などに課せられる義務があまりに厳しく、すでに海底に埋蔵するレアメタルの開発に投資していたり、将来的に投資する意図を持った。 先進各国企業の利益を十分に保護することができないとして、第11部の新改定制度を中心に反対を表明し、条約草案の大幅な修正案を提出した。この修正案は会議の最終会期において、取り上げるにはあまりに広範なもので、結局コンセンサス方式を放棄し、氷決にふさざるを得なかったのである。それでも、条約案は、 圧倒的多数の賛成で採択はされたものの、日米欧などほとんどの先進諸国がアメリカの主張に同調し、こうした諸国のほとんどは条約の批准を先送りにした。このようにして、アメリカに代表される西側先進諸国グループと条約の早期発行を目指す開発途上国及び、それを支援する東欧社会主義諸国との対立構造が鮮明となった。 1980年代中頃から後半にかけて、上記のような対立において途上国側が、徐々に態度を転換せざるを得ない状況となった。その主な原因には、世界的金属市場の悪化に伴う、深海定資源開発への世界的関心の低下、深海定制度に盛り込まれていた、中央計画経済制度を採用する各国の制度、崩壊。 冷戦の終結に伴う東西の接近が挙げられる。さらに、国際海底機構、国際海洋法裁判所、大陸法限会委員会など、条約が設立を予定する初期間の活動が、先進諸国の技術的、経済的支援なしに途上国のみで可能であるのかも疑問視された。こうした情勢を背景に九9 9 0年から、国連事務総長の主導で、 条約中の深海定制度を規定する第11部の実質的見直しに関する非公式協議が開かれ、アメリカが提起していた諸問題の現実的解決が目指された。1994年7月、国連海洋法条約第11部実施協定が採択された。同協定は海洋法条約とは別個の条約ではあるが一体となって解釈適用されることとされ、 第11部実施協定と海洋法条約が抵触する場合には、第11部実施協定が優先されることとされた。つまり、実質的には、第11部実施協定は海洋法条約を修正するものであった。実施協定では、当初海洋法条約で規定されていたよりも、国際海底機構の機能を縮小することや、新海底開発者の義務緩和などが新たに規定された。 こうして、多くの西側先進諸国にとっても、受諾可能なものとなったことで、海洋法条約を批准する先進国も増加し、条約採択から12年後の1994年11月になって、ようやく国連海洋法条約は発行した。ABCDFGHI e つつ132ページ。小寺250ページ。ABCD 山本。 31ページ。ABCDEFGHI 田十10ページ。ABCDEFGH 杉原123ページ。AB つつい121から122ページ。山本31から32ページ。ABCD 山本341ページ。AB 山本32ページ。つつい258ページ。 abcdefgi 島田十一ページ島田七十四ページ島田七十四から七十五ページユナイテッドネーションズゼネラルアセンブリーレゾリューション百七十四エスタブリッシュメントオブアンインターナショナルローコミッションユナイテッドネーションズダグホマーフルドライブラリー二千十三年四月二十七日閲覧 ab ローブザシ ラジム・オブ・ザ・テリトリエル・シー国際連合国際法委員会2013年4月27日閲覧 AB ロー・オブ・ザ・シーラジム・オブ・ザ・ハイシーズ国際連合国際法委員会2013年4月27日閲覧アーティクルズ・コンサーニング・ザ・ロー・オブ・ザ・ e 国際連合国際法委員会2013年4月27日閲覧 ユナイテッド・ネーションズ・ゼネラル・アセンブリー・レゾリューション。インターナショナル・コンファレンス・オブ・プレニッポ・テンシャリス。ツーエグザ・ミン・ザ・ローオブ・ザ・シー。ユナイテッド・ネーションズ・ダグ・ホマ・フル・ドライブラリー。二千十三年四月二十七日。閲覧。abcdefg 山本。三百四十二ページ。 ABCDEFGHI 杉原124ページ。AB 筒井84ページ。島田12から13ページ。山本34ページ。ABC 山本343ページ。AB 山本37ページ。山本37から38ページ。筒井340ページ。杉原174ページ。 山本341から342ページ。AB 山本363から364ページ。山本380ページ。山本384ページ。AB 山本344ページ。ABC 島田13ページ。つつい48ページ。こ二百251ページ。 ABCDEF 島田14ページ、ABCDE 島田15ページ、杉原157ページ、ありがとうございます。